じゃあネズミ行きまーす。納豆で食いたくないっていうかも。耳ね。耳二つ。まず顔描きましたね。そうそう。でお鼻、ちょっと四角とかの方がいいんですよ。丸じゃなくてね。あ、あの鼻ね。うん、でこう次お手手。お手手の向きとかで動きをつけれるかなと思いますけど、うんうん、ここ背中でお尻大きくね、うん、でこうですね、こんな感じかな、はい、で尻尾は好きなようにしていいですけどね、はい、ちょっと上げとこうかな、こうやって上から描きましたね。そう、うん、こっちから描くと変なとこ行っちゃうんで、終わりから描きますね、手とか足とかも、はい、で次色塗ります、はい、色はこの同じ黒を水で薄めて、はい、あ、先生墨使ってるんですか。墨ですね、墨でいいですね、うん、これ水で薄めたらいい塩梅になると思います、これで顔先にやっちゃおうか、乾いてから目が描きましょうかね、はい、でこっちはまあ夏目の下はどんな色、どんな感じ、ね、夏目の下は何色ですって、ちょっと、ね、ちょっとこっち集中してね、ごめんね、墨なんですね。そうそうそう、墨水で薄めたらこう、うん、いい感じになります。こう、うん、濃すぎたらちり紙で押さえればいいですよ、はい、なんかちり紙で、こんな感じで、ね、そう、本当にグレーっぽくなっちゃう、ね、でこれ年賀状を何枚も書くので、はい、これで乾いてる間に次の、あ、乾かしてる間に次のやつやってみたいな、で色塗ります。今2分半ぐらいか。次に肌色、肌色は白に黄色と朱色を1滴ずつぐらい入れたらいいですね、こうやってね、こうやって、あれ、こんな感じか、こんな感じ、これ朱色と黄色を白にこうちょっと混ぜたら肌色っぽくなります。これで耳を塗っときましょうかね、こうやって、でちょっと赤多めな感じにして、手と足と尻尾でやります。で目乾いたかな、冷たかったらまだ乾いてないですね。で毎年四つ葉のクローバーを入れてます、うんうん、ね、うん、まあ、縁起がいいかなと思って、うん、書いた、もう書きたいんですけどね、書きますか、ちょっと滲んだらごめんなさい、はい、目か、目の場所だよね、ここちょっとはみ出していいんじゃない、うん、ではちょっとまつげつけときましょうか、細くまつげをピッピッて、うん、ね、であとひげか、ひげ、うん、も細く描きたいですね、こう筆曲がっても、うんうん、とんがった方から描けば使えますから、うんうん、ほら筆を選ばずみたいな感じ、はいはい、こんな感じ、ね、で芸春か、ここに入れるかな、空いてるとこで、点入れとか、芸春上手ですね、ありがとうございます。ハンコは元旦と自分の名前入れますか、ね、はい、ハンコあったらハンコ押せばいいです、100均とかで売ってると思います、うん、どこでしょうかな、100元旦押すとこなくなっちゃったけど、ここでいい、なんだか目玉黒だわ、
すごい。一番簡単になっちゃった。ね、すごい。カボタの空。こんな感じかな。で、なんか一言入れるときは、このボールペンとかでいいと思いますけどね。うん、この辺に。その辺に。うん、あら、ずれちゃったね。ごめんなさい。撮影と。何かな。これで完成。